我が家で暮らす胸垢終わりのコロニー。一般的な平置き型のセッコースで暮らす健康的なコロニーです。1年前に結婚飛行を行った新女王がコロニーを立ち上げ、コロニーが成長していく様子は一から育てる胸垢終わりボリューム1、ボリューム2で、その様子をお届けしてきました。今回は結婚飛行から約4ヶ月の様子をお届けしたボリューム2の続編です。冬を越え結婚飛行から約1年となったコロニーの様子をお楽しみください。まずはここまでの流れを簡単に振り返っておきましょう。新女王を採集したのは2021年5月某日、胸垢終わりの結婚飛行があった日の夜、森の中を徘徊していた新女王を採集しました。新女王は採集した翌日には卵を産み始め、1週間ほどで10個ほどの卵を産みました。ここまでの1週間の詳細の様子はボリューム1の動画をご参考ください。女王が産卵を開始してから約1ヶ月、第1次の卵のほとんどが幼虫へと孵化しました。1ヶ月半後、その一部から繭ができ始めます。約2ヶ月後、最初のワーカーが誕生しました。3ヶ月後、第1世代のワーカー約10匹の羽化が完了しました。最初の飼育巣である試験管巣では手狭になったため、平置き型の石膏巣を製作し引っ越しを行いました。ここまでが結婚飛行後の約4ヶ月の様子です。詳細についてはボリューム2の動画をご参考ください。季節は秋、胸垢終わりのコロニーがこれから迎えることは越冬、そして翌春の成長再開です。10月11日、胸垢終わりのコロニーはすでに越冬状態に入っていました。アリの越冬とは、周囲の環境において温度が下がることによって引き起こされる主に女王と幼虫の休眠状態のことを言います。女王は産卵活動を停止するため、活動期に比べると腹部が少し小さくなっていますね。また幼虫は成長を停止するため、翌年の春成長再開するまでの間はこれ以上幼虫が大きく成長することはありません。休眠状態になった幼虫は体の表面のツヤがなくなり、黄色くくすんだ色に変色します。この時点でのワーカーの数は20数匹、翌年の春を迎えるまではワーカーの数が増えることもありません。1月24日、厳しい寒さが続く中、胸垢終わりのコロニーの越冬状態が続いています。引き続き女王の腹部は小さく、幼虫たちは黄色くくすんでいますね。この期間、女王やワーカーたちの活動は少なく、幼虫たちは成長を停止しているため、アリたちは多くの餌を必要としません。今回は少量ずつ週に1回の給餌を続けましたが、2週3週に1度の給餌でも問題ありません。ただし冬場は乾燥が厳しいので、最低でも2週に1度程度は室内に給水をするよう心がけました。3月12日、室内に変化が見られました。女王に注目してみてください。冬の間産卵を停止していたため縮んでいた腹部が再び大きく膨らんでいます。越冬の間は見られなかったような大きさです。そして同時に活動期の腹部の大きさととてもよく似ています。どうやら越冬が明けつつあるようです。そして幼虫を見ても、黄色くくすんだ色ではなく、ツヤが戻りつつあるように見えます。10日後、3月22日、室内の幼虫を観察すると大きさにばらつきがあります。どうやら一部の幼虫が成長を再開したようです。
3月26日、巣内に卵が確認できました。女王が産卵を開始したということですね。女王の産卵が開始され、幼虫たちが成長を再開し、コロニーの成長が再び始まったと言えるのではないでしょうか。4月9日、コロニー内に再び変化が現れます。繭の出現です。成長を再開した幼虫たちが繭を作り始めたようですね。幼虫の成長が再開してからはおよそ2週間ぐらいでしょうか。触覚で幼虫たちの様子を確認するワーカー。ワーカーたちの仕事も再開されています。4月16日、産卵数増えてますね。とても順調です。4月29日、繭の数がだいぶ増えました。おそらく越冬幼虫のほとんどが繭に変化したのではないでしょうか。また繭を見ると片側が黒ずみ、中には目が透けています。ワーカーの羽化が近づいています。5月10日、ついに2年目の春初めてのワーカーが誕生しました。これを皮切りに次々に新しいワーカーが生まれていきます。女王が結婚飛行を行ってからちょうど1年後の出来事です。ワーカーが生まれるということは、コロニーが拡大するということです。2年目のコロニーとしての成長がまた一つ進んだのではないでしょうか。5月17日、巣の中央でワーカーたちが何やら作業をしています。これは新しいワーカーの羽化シーンです。アリは基本的に自らの力で繭から脱出することができません。羽化の際にはこうして周りのワーカーたちが手伝い、ようやく新しいワーカーの羽化が完了します。今回、羽化が始まり新しいワーカーが誕生するまでの間の様子を撮影することができました。どうぞごゆっくりご覧ください。
いかがだったでしょうか。先輩ワーカーが羽化を手伝い、新しいワーカーが生まれるまでの様子をお楽しみいただけましたでしょうか。映像は5月24日のコロニーの様子です。新しいワーカーの羽化が続き、現在のワーカー数は35匹を超えました。越冬前が20数匹の規模だったことを考えると、コロニーの大きさは一回り大きくなったように思います。このままの調子でコロニーの成長が続き、ワーカーの数が100匹に迫る頃には現在の飼育数も手狭になってくることでしょう。今回は一から育てる胸垢終わりボリューム3ということで、越冬の様子、2年目の春を迎えてのコロニーの成長の様子などをお届けしていきました。2年目以降、胸垢終わりのコロニーはボリューム 1,2,3 の動画で紹介したような1年間のサイクルを規模を大きくしながら繰り返していくことになります。胸垢終わりの成長サイクルを知り、飼育や観察の参考にしていただけましたら幸いです。では今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。